か見てる。うん、そう見てへんかも。あの日本のあの時は見てた。ゆきなちゃんに生誕って言われたのにピカリの呪縛で勝手って言ってもらった。そうそうね、ゆきなちゃん出るやん。こんばんは、こんばんは。ヘラヘラするなら可愛すぎやろ。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。昨日はマコピカ可愛かった、ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは、ね、昨日の公演めちゃめちゃ楽しかったです。NBC すごい、サッカーサッカーがね面白そう。待って、ありがとう、めっちゃついてしてた。ありがとうございます。やばい、すごい長い、ありがとう。やばい、テンション上がると過ぎてる。ごめんなさい、ありがとうございます、嬉しい。ドイドイ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは。明日の日本試合時間は寝てるよって、寝てますね。あれ朝で、朝の4時とかやっけ。多分、多分じゃない、絶対寝てるわ。遊びに来たい、いらっしゃい。こんばんは、こんばんは。今かまた気が向いたらユニフォーム送るね。 ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しいねんな。そう、なんか来た、なんか来た。なんか来た。うん、来た。来ました。田中です。田中来ました。田中、田中今日おしゃれやな。耳ついてる、耳ついてる。ピカリが先輩になってめっちゃ不安。不安やな、自分も不安やもん。ユキナも不安。教える係はちょっとユキナに任せた。ダンス教えるのはユキナに任せた。鼻からうどん先輩やからね。そんな、本当にさ、ひどい。めちゃめったらサポーター山本で行くわ。一緒。ゆきなちゃん巻き髪かわいい。ちょっと待って、映画見てる時の再現してやって。ちょ、これ固定してしようや。めっちゃおもろいで。え、待って、下がってく、出てこってすんの。これ固定の仕方がわからん。こうか、え、違う、え、それで一回話してや。めっちゃなんか低ない。そこか。ちょ、待って緩めたな、今緩まったってこと。ここがガクガクや。ごめんなさい、めっちゃガクガクしてる。無理や、諦めました。まあね、こっちに座ってちょっと、え、もうこんなこんな、うわー、ちょっと、こんなこんなしながら見て、やばい、マジでこんなんやったもん。やばすぎ。めっちゃおもろい、マジで。本当に握力ゴリラ。ほんとアイドルの握力じゃなかったです。マジでゴリラやった。そう、あ、もう英語終わったら二人とも手紫やった。逃げすぎてな。めっちゃおもろい。計算ハートいっぱいありがとう。遊びに来ました。いらっしゃい。どちらのギャルですか。ギャルユキ、ギャルや。マコにも言われてたな今日、うん、ギャルやって。ユキナちゃんは21時まで。そっか、そうです。楽しい、いや、仲良し。あ、ユキピカポーズ考えやのな。ま、どんな格好にする？迷うな。今じっくり考えようか。うん、また。ラブラブや、ラブラブやで。
手は吹いたこいつ、うわー迫力ゴリラ笑、マジこれはガチやばかった、やぶやぶやで、ほんまにイチャイチャしとるめっちゃ笑笑ってる、絶対楽しい、いや楽しかったよ、うん、楽しかったけど、いや雪の階段からしたやつがガチやばかったマジであれが一番びっくりしたからな、本当にマジあの沈んでいった気づいたら下から見上げてた、もうなんか気づいたら雪の下におって光るまだ上おるみたいな、えっこれどうしたら下おるって思って急になんかおもろどっちから誘ったな映画やって、2人ともちょうど見たかったんな、うん、で行こうってなって急に行こうって、ね、一緒にご飯食べとったらな、うん、雪のお疲れ、うん、うん、そんなこともないよまあお前テレアの雪のや雪のさんテレアな、うん、そんなことないで知らんけど知らんけど、うわっ、えっ、すごい長い、やったー、ありがとうございます、7なんか、うん、2 1、うわーありがとう、一番星ありがとう、あきちゃさんありがとうございます、ミラーボール、しんごさん星ありがとう、イルミネーション綺麗だよね、めっちゃ綺麗だな、うん、でもさ、踏んでさ、なくなる雪の結晶みたいなのめっちゃ楽しかった、あの動画あげます、え、ちょっと待って、はずいバリはずい、ツイッターにヒカルが遊んでる動画があるのでバリはずいねんけど、またあげますね、あれガチはずい、彼氏目線的な感じで、嫌じゃない、あんな彼女え、かわいいやろ彼女があんなやつと可愛いと思うやろ、嬉しい、イエーイうわうわ、決まった、先生いやちょっと今日ありがとう、柔らかい方がいい、うずやろ、そんなパキパキじゃないもん、怖い時また触ろうあれ、でも一応そんなか、はい、ダメだマスクのほこりが、サッカー見てる、出ないですめっちゃパッツになった、うん、え、思った、切ったよな、切ったいつ？昨日。そうなの。今日綺麗になった。急にちょっと思ったより短くなった。うん、イエーイ。うわわ。イエーイ。休憩生にダンスを教えてるとこ見てみたいな、え、マジでなんかゆきのこう見えてめっちゃ人に教えるの嫌いやねんで、マジ嫌いっていうか苦手やねんの、なんかうずや語彙力がないから伝わらんねん、え、そうなん、だから自分に嫌になっちゃう隣でじゃあゆきののサポーターしとくわ、うん、あ、ゆきの頑張ってるあ、応援係やな頑張れゆきさんも頑張れ一言こんな精杯どう思います、ゆうちゃんちょっとメンタルサポーターになるわ、うん、メンタルサポーター山本彼
枕うどん先輩本当にマジで嫌やな嫌じゃない先輩裸からうどんしてたいろんな先輩おるなって勉強になるやん勉強なるかじゃあちょっと誰か巻き込みます、うん、最低やな一緒にやるやらへんごめんやけどやらへんごめんな、ヒカルとキャラ違うからさ、いけなそんなアホなキャラじゃないんやけどいやネタ枠のキャラじゃないからやけどネタ枠やろ違うそこでそう思ってん無理やりまあ、うちと絡める時点でまあそうやわなんてうちとな、仲いい時点でそうやねうん、そんなことない大事な秋です。ゆきちゃん、ゆきの名言メモってくわ。隣で。いらんやろ。で、うちがそれをツイッターに上げて、そんな秋先生ほど名言言わんでいいけど。ゆきのでもう全部大文字だな。ゆきの名言第一。やっぱりめんどくさいことするやんおもろありがとうペレットなバンドしようやえしようことにありそうでも昔はやへんかなみんなとことんでマジねしたいねレジテーションなうんしよう気楽にほんやうちの先生いや普通に嘘私はあと2分したら泣けます悲しいでも高校生になったら10時まで行けないのあとちょっとやんよう分からんよなな。あとちょっとじゃんごめんな、聞かん人やねん痛い？うんじゃあね、あんな左足はすねやねんあ、ここ右足はすねやねん痛いのガチ痛い、今でも痛いからマジでマジで痛い本当にあれさ、沈むように落ちていったもんなマジで、はい、太陽が沈むように落ちていった坂道が太陽を沈む頃太陽が沈む頃なんか言うてはりますねあとちょっとや救急生入ったらケイトム先輩やばいなうんどんな子が入ってくんやろやばいなやばい怖いかな9時になった瞬間抜けるからなマジで一瞬で抜けるからな9時でさ出てたらバーンされるかなバーンされるんかなどうなんやろ知らんガチやわめっちゃおもろいバイバイお疲れおもろいめっちゃ一瞬やった。すごいわ。雪の接待地に交わされた。雪の絵もらいましたよ。音がめっちゃすごい音してたな。はい、いや、めっちゃそれな。めっちゃ早かった。終わろう、それな。よし、やばい。早いな。そうだな。雪のちゃんは行っちゃいました。すごいね、さっきそう、できるときにね、ショールームをしようかなって思った理由がありまして何やってそう、さっきマネージャーさんと話しててちょ、ごめんなさい、髪がで、なんかねまあ、あれじゃないですか泣き生きて、さっきも言ってたけど入ってくるじゃないですかだからちょっと何か一つしようと思って
ファッションルームはね全然してないので、ショールームを毎日配信とはいかないけど、できるときはできたらな。で来年は大きなお仕事ね一つはしたいなと思っているので、頑張りたいと思います。アピールしましょうってこと、そうアピール、アピールしていきたいと思いますよ。ね、だってね、ちょっと内容、詳しい内容はいつかのばめとかに送るかなとは思ってて。ね、ほら、ちょっとのばめいつ、今日は違う内容かな、分からんけど、けどちょっとね、いつかちょっと送ろうと思います。確かにハチキンあんまし配信しないから、ね、そうからはちょっとショールームキャラユナさんに続いて撮りに行こうかなと思ってます。ダンス女子アピールは確かにめっちゃいいな、最近してへんな。でもショールームするとファン増えてくると思うね、頑張ろう。ピカ頑張ってね、応援してる、ありがとう、嬉しい。毎週1回をすることにしたら1回は絶対します。よかったら見てください。こんばんは、こんばんは、彼女よりも楽しいから、あり、やった、めっちゃ嬉しい。なんか期待してやつ、期待してしてください。ね、頑張ります。かわいい、ありがとう。リックス系かな、いやてかはそう、はい、女優さんに将来なりたくてね、からそういうアピールもできたらなと思ってます。オリックス系かなね、始球式したいから、ちょっといろんな方面で頑張って呼んでもらえるように頑張りたいと思います。プロスピやるのもいいと思う。ああ確かに、シンフレたらこちら嬉しいよ、やったー、ね、ピカも設置してくれるとめっちゃ嬉しいです。頑張ってファイト、ありがとう。オリックスのキャンプ始まったら取材に行ってみるとかね、キャンプ行きたい。研究生はインスタできないの、できひんのかな、ちょっとねシステムがよく分かってなくて。でもインスタでも誰もやってないからね。応援ありがとう。ショールームなら身長小ささ気にならんから男キャラいけるで、確かにそれはそうやな。でまた近々ダンスをしようかな。自分のペースで頑張り、ありがとう。こんばんは、こんばんは。振り絡みかな。やろ、年日舞台のお仕事多いから期待。そう、みよちがね最近舞台決まってすごいなと思って、だからちょっと時間もね頑張りたいと思います。リックさん以前ラジオ配信してた、そうなんや、いいな、ラジオ配信。リックさんめっちゃ喋りめっちゃうまいからね、目指せ京セラドーム、目指せ、一回は女優に向いてる、ありがとう。ほなちゃんビスの配信でいいところが見えて応援し始める、そうなんや、やっぱり結構配信してるからね。ピカもさ、ちょっとそういうねショールームイベントとかがあったらちょっといつかは出てみたいなと思ってます。こんばんは、こんばんは。アイデアミザイアン宮崎キャンプ行きたい、そういうのめっちゃ行きたい、キャンプええよな、めっちゃいい、行きたいな。ケイさん決勝かなこれ、ありがとう。マコチがダンスしたいけどピカリには負けるって、絶対マコチイケメンなんで。演技する系のお知らせですな、そう、ね、できるように頑張りたいと思います。最近はアミちゃんのアレクサ配信がおもろいな、それめっちゃおもろそう、ちょっと待って、時間があってアミがしてたら見に行きます。アクサのクローズのアレクサよくし球場でうるうるしてるから直談してみたら。できるかな、メイキンって12戦やってる、やってる、やってるよな、中日結構見てるもん、やってるな。彼の昨日の公演当たってきたけどコロナにかかってキャンセルして、お大事にしてね、コロナしんどいよな。ピカの舞台見たい、アーニャ役やってほしいな。アーニャ役の
なんかめっちゃちっちゃい子じゃないと無理そうやけど、かない、したいな。こんばんは、こんばんは、ちゃんと宿題見してね、します。前やった、ダンスよかった、嬉しい。さんに俺から頼んどく、嬉しい。お願いします。こんばんは、こんばんは。毎日配信、毎日配信はね、ちょっと高校生で時間があるから、時間？時間制限かあるからちょっと難しいと思うんですけど、ツイッターでオリックス応援してるアピールし続けてた方が来るから、もうだから頑張る、頑張ります。ピカルのおかげでスパイファミリーに興味湧いた。スパイファミリーめっちゃ面白いから、ぜひ見てない方は見るのをおすすめします。ね、最近なんかおすすめのやつありますか？映画とかドラマで。あんやぴったりやん、振れ幅すごいな、すごい、めっちゃ嬉しい。今日のあんや終わりましたか？やばって、終わってないけど、いや、この振りが一番怖いんですよ。彼はスイートの主婦と芦屋のマダムどっちが好き？スイートの主婦の T シャツは持ってますよ。マコプカでアーニャコラボしてほしい。いや、めっちゃ楽しそう。生口もしてたもんな、めっちゃにやってたね、ありがとう。週1とかでなければあり。オリックス花が全部知ってる花木さん、それなね、こんな選手来るといいね、ほんまに。こないだスズメの戸締まりって映画見てきて、いや、ピカめっちゃ見に行きたいんよな。なんか冒頭12分のやつはアマゾンプライムかなでは見たんやけど、めっちゃ面白そうやったからちょっと見に行きたいなと思ってますね。スラムダンクも見に行きたいかも。カルン公園に出ていると見ていて楽しい。ほんまにめっちゃ嬉しいね。ピカもね、公演しててめっちゃ楽しいですよ。コウさん星ありがとうございます。オリックス池田選手とピカルンのアンニャツーショットみたい、やば、カオスすぎる。あれめっちゃ面白かったな、あれ見たで、あの感謝祭のやつな。僕は駅出身やけど、だから鹿児島入りだからオリックスなきゃ、あー遠いんか。でもね、ピコも来年行きたいな。ドラマサイレントは見てる。ドラマサイレントね、最近見て撮ってあって、録画の中に溜まってる。なんか一話 見れへん日があったら追いつけなくなっちゃうから、ちょっと溜めてあります。ショールームはファン増えやすい、いいアイテムだと思うから頑張って活用してね。頑張ります。ファンスペンギン面白い映像なんや、見よう。ファストペンギン覚えとこ、今度似合いそうなコスプレおすすめするね。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。スラムダンク漫画見たの。スラムダンクね、あの小学校の時に読書の時間でずっと読んでました。図書館から借りてきて。オリックスだけどね、見たことあるよ、欲しなってるわ。オリ選手来たからオリックス強くなるね。そう、めっちゃ楽しみやねんな。洋画だけどコーダ愛の歌っていうやついいよ。コーダ愛の歌めっちゃ良さそう、見てみよう。こんばんは、こんばんは。来年よりも友に来るけど、ピカルならどう使う、どう使う、なんか機械をこれ言ってんかな。でもね、ちょっとあんまし詳しくは知らないんでね、ちょっと検討します。元気ね。そう、この前プロ野球チップスされてたら森友哉さん当たりまして、コナン映画決まったけど、コナンは見る、いやコナン、コナンあんまし見へんかも。でもさ、リサとかめっちゃコナン好きやから、リサにいろいろ教えてもらおうかな。彼はそれはなんか誰推し、誰推しやろ、推しとか決めてなかったな。ちょっとスラムダンクじゃあ推し作ります。図書館にスラムダンクあるの羨ましい。
え、そう、本当にピカの小学校の時の図書館がすごくて、なんかジブリの本もなんか結構揃ってて、でもジブリの絵本みたいなあるじゃないですか、あれが結構揃ってて、とかスラムダンク一期一会みたいながいっぱいありました。読書の時間にスラムダンクじわじわ来る私たち見に行ったら公園でピカルに見せたい。見たい、ぜひぜひ。こんばんは、こんばんは。いや、諦めたらすっかりし、読んだのね、読んだよ。安西先生、勝木選手もいるからね。いや、そうよ、ピカルスラムダンクで羨ましいんか。ピカがスラムダンクやんだことあるの意外すぎ。そう、ピカこれでも小学校の時のクラブがバスケ部だったんですよ意外かな。そう、ピカバスケめっちゃするの好きで。ピカルン元気？元気よ。私の自分図書室には私の原始本がなかった。漫画な、他何個あったっけな。漫画何個あったっけな。結構コナンとかもあったで。すごい、今時の図書館、今時なんかなあ、せやさんハートありがとうございます。一期一会懐かしすぎ。めっちゃ懐かしいですよね、めっちゃあれ好きやったヤッホーヤッホー、お疲れ様です、ありがとうございます、ね、今何分やってるやろ。44分からやってるから、もう30分近くとか30分とか。こんばんは、こんばんは。お金持ち先生さんありがとうございます。かわいい、この結晶の。ドラえもんとかありそうだけどね。ドラえもんあったっけな。いや、いや、あった気が、いや、待って、微妙いな私の原子力まで読まされてた。そうなんや。ガルンがコナンにハマるなら、いや、怪盗キッドか通るかな。え、ちょっと調べていいよ。怪盗キッドあのさ、白のタキシード着てる人みたいな人やろ合ってる雪のスピアで、あっと以来やってへんし、ピカルンとなんか話してみたい。話そう、話しましょう。初見です、いらっしゃい。こんばんは、こんばんは。ぎゅー、漫画とか読むの。読むかも。なんか家に結構あったから、それで東京リベンジャーズおすすめします。あ、アニメ見たよ、めっちゃ面白かった。あれ漫画は見てないけど、漫画も面白いですか。30分って決めてする配信もいい。確かにいいかも。今ちょうど30分、今ちょうど30分か。こんばんは、こんばんは。今日はじゃあちょっと40分、あと10分しようかな。じゃあお、もしかして固まった。あ、大丈夫やった、いけました。こんばんは、こんばんは。ピカルのおすすめ漫画全部読むわ。全部読む？ピカルのおすすめ漫画な、漫画っていうかアニメなんやけど、マジでドクターストーン面白いから本当に見てほしいです。漫画見てるんだけどめちゃくちゃ面白い。シーズン終わって時間はある。いや、そうなんですよね、シーズン終わったんで。でもこの時期っていうかね、日本シリーズの時期まで野球にさせてくれた人に感謝ですね。さん、ハートありがとうございます。天気よかな、これ。ありがとう。雪のトピアの時ピカルが元気すぎてビビったよさビビった、面白いこんばんは、こんばんは。ゆいちゃん漫画好きやね。そう、ゆいも好きやね。あやぴょも結構読んでるイメージやし、りさも結構漫画好きなイメージある。初見です。今月はせやね、また今月始まったばっかやね。今日12月1日、じゃあ昨日も見に来てくれてたんかな。昔の日本シリーズの時とかめっちゃ暇やった確かに
クルン楽器できるのね。一応ピアノを何年やってた？何年やってたやろ？何年やってた？何歳からやってた？逆に4歳ぐらいの時からやってました。ゲーム好き。ゲーム最近してないな。趣味にさ、確かプロフィールにさ、ゲーム好きって書いてあるよな。今日帰ったらちょっとだけしようかな。アイペン昨日のツイート濃かった。なんかアイペンすごいよな。はちきとして漫画交換しながら読んだら面白そう。確かに面白そうやね。ドクターストーンはスイカが好き。スイカめっちゃ可愛いよな。めっちゃ好き。今月ははちき漫画好きクラブ作るしかない。昨日言ってたゆきなちゃんとバンド期待してますね。え、本当にしたいな。楽しそう。劇場公演で会いましょう。会いましょう。こんばんは。こんばんは。ゆきなとの仲に羨ましすぎて恋人つなぎ嫉妬しました。嫉妬した。ゆきなとホラー映画見に行ったらもれなく恋人つなぎができます。アイピョンジョジョ大好きだよね。ジョジョ大好きよね。アイピョンの夜中にチェーンソーマンの良さツイートしまくってたね。見てよ。ドクタースラム鳴らしてら。ユキピカでギターピアノ練習配信とかどう？確かにめっちゃいいかも。まあね、ピカドラムをやってみたくて。ドラムね、家にないんですけど、普通にかっこいいな。めちゃくちゃあの映画怖い。いや、なんか最初なんか全然内容、漫画も読まずに内容も知らずに行ったから、マジ展開読めなさすぎて怖かった。ピカルンがやってる。ピカルンやってるよ。楽器できるのいいよね。いいよね。ね、でも最近ピアノ弾いてなさすぎて弾ける気がしてないです。合唱曲なら多分ギリギリ弾けるかも。ドラム置いてる部屋からたまにメンバー配信してるよね。してるする。うちの実家にドラム練習するやついるからピカルにあげたい。マジで。劇場にドラムいるよ。多分こっちやね。ここの後ろの部屋かな多分。なるほど。ありがとう。でもね、結構グロテスクが苦手な人は苦手かもしらん、あの映画は。でもホラー映画、めっちゃザ・ホラー映画でめっちゃ楽しい映画です。ネタバレは言えないです。こんばんは。こんばんは。頑張れ。ありがとう。しかも強い試合でピクルンは四季さんになれるで。マジで四季さんすごいよな。だってピアノも弾けてさ、ドラムもできて、ほんまにすごい。流行語大賞村上さん言ってね、うちの人に楽しいだと思ってた。めっちゃおもろい。いやでもさ、あのスイタンからさ、なんか手紙来てたのめっちゃ面白かった。ソーサイドスクワットシリーズのおすすめは2016年に公開されたやつがマジで面白くて、ハーレーコインが可愛すぎる。やめてみかん先輩ドラムしてます。します。え、マジで絶対かっこいい。怖いの見るの時々しか見ない。ドラム飼いの出番が来た。カフラー映画大丈夫な？んー、なんかそのものによってあれかも。大丈夫なやつと大丈夫じゃないやつがあるかも。でも犬鳴き村とかは全然大丈夫やった人です。こんばんは。こんばんは。ホラー映画めちゃめちゃ好きだから今回のサダコ見たかったんだけど暇がなくて、ピカも見れてない。あれってどうなるな。めっちゃ広告流れてきたけど、映画まず声出ちゃう感じ。声は多分大丈夫。多分手握ってたからかな。こんばんは。こんばんは。最後山下からランプにしなかったら切れた。光って公演の時レッスン送るのうまいよね。嬉しい。めっちゃ意識してるから褒められて嬉しいです。こんばんは。こんばんは。
時代はピコル、ありがとうございます。ヘイニアンピキちゃんにオリックスの始球式がエースタイナできるようにピカも頑張ります。こんばんは、こんばんは。今40分ぐらいかな、したのが。スマホ持ちながら配信してる。そう、スマホ持ちながら配信してます。もう唇の色がなくなってきました。ぜひ後ろに何かいそうってならないホラーって、いや、なるときはなる。何系やろが大丈夫。なんかゾンビ系、ゾンビ系も大丈夫かもしれない。あ、でもちょっと今回のユニバのホラーネットは怖かったです。彼が始球式したらオリックス日本一やね、来年もね。わ、すごい韓国語、あー読めない、読めない。ごめんなさい。ゾンビ映画は、ゾンビ映画、ゾンビ映画ってあんま見ひんかも。なんかゾンビ映画でおすすめとかありますかね。ケイさんありがとうございます。一瞬止まった、え、止まった。雪のホラー映画見た後寝れなくなりそうな感じするね。雪の網ちょっとお姉さん感あるけど、意外と可愛い、可愛いね、場面もありますよね。キャーカです。夜明けてファンの人見てるの可愛いよねって話してた。嬉しい、やった、めっちゃ嬉しいわ。じゃあちょっとね、23分、あと1分で40分になります。ちょっとじゃあ、ちょっとランキングを読んでいきたいと思います。じゃあ13位から。13位、おにぎり隊長さんありがとうございます。11位、富士さんありがとうございます。10位、マー君さんありがとうございます。9位、おからのさんありがとうございます。8位、マッサンさんありがとうございます。7位、まさしさんありがとうございます。6位、あんりさんありがとうございます。5位、しんごさんありがとうございます。4位、お金持ち先生さんありがとうございます。3位、けんさんありがとうございます。2位、こうさんありがとうございます。1位、あきちゃさんありがとうございます。ね、ちょっと楽しかったです。嬉しい、皆さん配信見に来てくださってありがとうございます。また時間があればまたするのでね、たくさんしていけたらいいと思うので、ちょっとまた明日できるかな、できる時間があればします。じゃあ今日はここまでということで、ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。ありがとう。